今日は久しぶりに愛知県の奥三河に来ました。新城市と北設楽郡の境にあるのかな、三瀬明神山、半年ぶりに登りに来ました。ここは前回止めたとこと同じ、少し道が広くなってる駐車スポットですね。で、今日はここに止めるということは、ちょうど1年半前に登った馬乗せのルートで行こうと思います。久しぶりですのでちょっと楽しみですね。ということで準備でき次第登っていきます。準備できたので出発していきます。ちょうど今7時57分、8時ですね。ここから登山口まで30分ぐらい林道を歩いてきますね。よし行こう。先ほどの車を止めたとこから1分2分程度ですね。ここから林道に入っていきますね。で、土地の木沢駐車場はこちらをそのまま舗装道路を走っていきます。ということで私はこちらの林道を入っていきます。ここから20分ぐらいかな。よし行こう。林道入り口から30分ぐらい歩いてきましたね。やっぱかかるんだ。もうちょっと早く来れるかと思ったんですけど、ここが馬乗せ沢ですね。で、ここが明神山馬乗せ沢登山口。ここを今から登っていきます。もう急登というよりか崖ですね、これ。安全第一で登っていきたいと思いますね。8時34分登っていきますね。これは暗いから多分 GoPro は映んないだろうな。よいしょ。おなじみのはしごですね。
があると助かります。よいしょ。いい眺め。でもすごいね。まだまだ登ってきます。なりそうだな。これが1個目の倒木ですね。2個目の倒木が急登終わりのサインなんで、こいつではないですね。25分ぐらい登ってきたわけですね。まだまだ続きます。この岩を登っていくんですね。よいしょ。岩か。よし。だいたい登り始めて30分ぐらい登りましたね。急登を登ってきて、そしてここからまたこんな岩根を登ってきます。急だな。ここはロープを使って、この岩の岩と岩の間を登っていきます。だいたい今45分ぐらいですね。ちょっと細いロープだな。あまり完全に信用しないでいきましょう。よいしょ。よいしょ。ありましたね。二つ目の倒木。ちょうど登り始めて、登山口から50分、55分ぐらいですね。この倒木が、急登ほぼ終わりだよっていうサインですので、よし、じゃあくぐらしていただきます。こっから馬の沢あと少しかな。このここにある標識、境界検出表、ここから、また一気に下っていきますね。下ったところに馬乗せがあると思います。よし、ここを下っていきます。だいたいここまでが1時間ぐらいでしたね。登山口からですけどね、林道合わせたら1時間半ぐらいかかってますね。よいしょ。よし。馬の背の入り口ですね。
ちょっと一旦森の中に入りますね。よいしょ。ああ出ました。馬乗せですね。おお。1年半ぶり。いやー怖いな。やっぱ久しぶりに来ると怖いな。崖ですね。最高の天気。そして馬乗せ。幅はまあまああるんで、よっぽど変なことしない限りは落ちないと思いますけど、この馬乗せがですね、ずっと続いてるんですよね。ここは日勢明神山ですね。まだ一応ゴールはあそこなので、ちょっとしばらくはこの馬乗せを満喫して遊んでいこうと思います。ああこれ結構やっぱ怖い。その降りて間違ってもこっちに落ちていかないで、よいしょ。あこの辺はすごく広いんで安全なんで、少しここで休憩していきます。とりあえず第一目標馬乗せ登頂ですね。はあ、なかなかすごいとこですね。景色も最高です。今からがあそこが山頂で電波塔が見えますよね。でここからあそこまで一気に登っていくんですよね。この馬乗せのルートの一番きついのは最初の急登じゃなく今からなんですよね。今からが結構きついんで頑張って登っていきます。それにしても静かだな。まあこんなもんか。馬乗せからの林道を意外と歩いたな。でここの広い林道に出ますね。あここ通行止めになってるな。北西尾根、ね、明神山ですね。こちらに進んでいきますね。分岐からもう1分もしないところにここですね。ここをちょっと崩落してるような感じですけど、ここは登山道ですね。あそこに看板があります。こっから登ってきます。こっからが一番きついと思いますんで、心して登っていきたいと思います。
ちょうど登山口から今、2時間ぐらいですね。まあ、3時間ぐらいで山頂に着くかな。よし、頑張ろう。どうやって行くんだこれ。赤テープがあって、向こうに赤テープがあるな。よいしょ、ね、枯れ葉がねすごいですね。ものすごく滑りますわ。おっね、ちょっとなんか間違いない気がする。危ねえな。今日足跡はあるんで誰か登ってるんだけど、あ、はしごがある。合ってるんだこれ。なんかすごく不明瞭で危ないルートかと思ったら、なんだこっちにロープがあるじゃん。どこ俺は登ってるんだ。そっちからか。もう危ねえな。とりあえずここから橋があるんで、ここは正規のルートですね。登ってきます。鉄橋を登って、あ、ここにもロープがあるんで、あ、ロープじゃない、はしご。あ、こんなに迷路っぽかったかな。よし、こんな橋もあるんでルートは合ってますね。いや、もうね、実はここはね、ザレ場で滑って怖いんだけど、ザレ場プラス落ち葉もあるんですごい怖かったな今日。登り始めてね、ちょうど3時間かかりましたね。明神の肩ですね。明神の肩、そうですね。それでこちら明神山に行きますね。さあ、まだ山頂まではまだまだかな。頑張っていきます。登り始めて、まあ、3時間ぐらいですね。この電波塔に到着しました。明神山西峰ですね。でこちらに行くと明神山に行きます。土地の木沢地位は合流地点ですね。よいしょ。で最後の登りですね。結構急ですよこれ。
南側テラスに行く道中、こんなベンチを作っていただいてますね。すごいしっかりしてる。暑い時はここで休憩でもいいですね。あ、こんにちは。お邪魔します。あ、こんにちは。ルビスケと言います。あ、はい。さっき駐車場に今。そうですそうですそうです。テラスで休憩して下山開始ですね。こちらがチーワ時の木沢に行く方ですね。で今日は P706 コースというコースを降りてみたいと思います。 P706 コースは直塔ルートと一緒ですので、この電波塔の裏ですね、こちらから入っていきます。そこから降りていきますね。よし行こう。電波塔から20分ぐらい降りてきましたかね。分岐があって、血の木沢左、これ直塔ですね、直塔ルートです。前回登ってきたルートですね。で今日はこの P706 ルートで降りていきたいと思います。よし行こう。ちょっと今日はなんか不安でしかないんだけど、なんか大丈夫かな。よし、まあ、とりあえず気をつけて、もう GPS 見ながらでもいいんでゆっくりと降りていきます。P706 ルート全然誰もいないですね。結構不安で仕方ないですね。このルート行くと先ほど山頂にいたベテランの方たちが教えてくれた天狗岩に行けるらしいんで、一応そこを行けるか探りながら下山しています。なんだこれ、こんなとこくぐってくんだ、不安でしかない。なんか黄色いテープが貼った木がずらっと並んでるんで、そこを左に入っていくそうです。これが今日のキーポイント。蓬莱湖右、これがね南西をね、でまっすぐは P706 土地の木沢ですね。で本当は蓬莱湖の南西尾根に行こうと思ったんですけど、まあ山頂で会った方に教えてもらったんですけど、踏み跡が薄いらしいんで P706 で土地の木沢で降りていこうかと思います。で天狗岩が見つからなかったですね。これかな、剣が刺してあるらしいんですけど違うよね。あ、天狗岩通り越しちゃったか。はあ、こう電波塔が見えますね。で山頂、はあ、ここも眺望がいいですね。天狗岩は通り越したのかな。 P706 ルートこちらから帰っていきます。あ、天狗岩は残念だったな。また帰ったら調べよう。今降りて 1,2 分ですけど、ここに黄色のテープ、赤テープとあって、向こうにも黄色いテープがあるんで、ここ分岐になってるんですけど、ここかな天狗岩って。ちょっと行ってみるか。
天狗岩ギューッと降りてくって言ってましたから、あ、これか。うわ、すごい降りてくな。これ登ってくる時は全部登らずにそれてければ今のルートショートカットで戻れるって言われていたんで、あ、黄色いテープあるな。これか、黄色いテープがずらーっと並んでるっていうのは。あ、本当だ、黄色いテープだ。あ、これは天狗岩の予感。あ、なるほど、天狗岩到着。おー、すごいね。よいしょ。へえ。いや、怖っ。あ、天狗岩到着。ストックが刺さってる。剣ではないんだね。いやー、これはちょっと、あ、怖い。いや、怖いな、これ。さすがの俺も怖い。いやー、あー、これクライミングするんだ。こうロックがあるね。こんなとこ登ってくるのかな。わー、すごいな。初めて来ました、天狗岩。明神一筋さん、ありがとうございます。あそこが電波塔、ずっと降りてきたんだね。あれが山頂と八丁根がすごく綺麗らしいね。おお。ビビるな、これ。これいいよ、これ。これは怖い。これね、どんな感じかというとね、GoPro 落ちないやら。うわっ。あ、これは俺怖いわ。天狗岩で初休憩ですね。もう帰りますね。もう今2時になりますね。このまま土地の木沢に降りていけばいいんですけど、今ね、でもこれすごい降りてきたんですよね。明神さんの話だと、ちょっと登って左にそれれば B706 に合流できるぞと言ってたんですけど、なんか迷っちゃうと怖いんで、もう一遍最初のとこ戻るかな。とりあえず行ってみます。天狗岩から登ってくるところ少しショートカットして、P706 ルートに出ましたね。このまま降りていけば駐車場に帰れるはずです。よし、結構急らしいんで気をつけていきますね。ようやく土地の木沢に戻ってきましたね。よし、土地の木沢。あとはこの道路を歩いて帰ります。駐車場に戻ってきました。釣り人以外いないかな。お疲れ様でした。到着。ああ、なかなか充実した一日でしたね。馬乗せ通って天狗岩
いいとこでした。よし、じゃあ帰ろう。お疲れ様。